こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、天神アクターが解散ライブを行いましたね。ラストライブ、うん、はい、ラストライブでしたね。いやー、天神アクターといえばね、まあ、福岡のアイドルグループで、我々はね舞台も一緒にやりましたし、まあ、ドラマもねやりましたよ ね、 うん、天神スパイ大作戦、いや、ね、そうですよ。団長が脚本書いて、まあ、僕も出させてもらって、うん、前話の脚本書いたの初めてちゃうかな、うん、あれが10、1シー1クール分前話脚本書いた。寂しいですね。まあ、こう個々のね活動はそれぞれやっていくメンバーいたりとか、うん、あのいろいろあるみたいなんですけど、あのリモートでね、うん、あの解散ライブをね見させてもらったんですけど、うん、ラストライブかラストライブ見させてもらったんですけど、岡くんがあんなドレッドヘアになってる僕知らんかってさ、久しぶりに。ああ、コンローねなってるんですよねびっくりそっちウォーってなってしまって、最初に それでなんかあのあんま入ってこ、まあ最近の活動ちゃんとこう僕が追ってなかったっていうのも僕の良くなかったあれなんかもしれんけど、うん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 、久しぶりにこう天神アクターのみんなをこう見てさ、うん、あこんなすまあ他のメンバーはねそんなに変わってないけど、岡くんだけなんかそうなのよ、もう全然馴染めんくて、で何より元がタイから帰ってこれないっていうね、うん、メンバータイ人の元くんっていう子がおったんやけど、ね、いたね、まあ、このご時世的にいっぺんタイに戻ってから帰ってこれなくなってるっていう、その中で解散っていうかね、ラストライブっていう、いや悲しいなぁっていう。悲しいなぁ。もうね、インタビューとかありましたけどね。いやなんかでもね、みんなとそれぞれとまたね、なんかいろいろとできたらいいね。そうですね。ねぇ。なんか上京する子もいたりするのかな、なんか見たいね。わからんけど。まあでもこっからの活動ね、どうなるのかわからないですけども。全面的に。天神アクター、うん、まあ元っていう風になるのか、まあごめんなさい、こう元っていうのがあの元くんっていうメンバーがいるからちょっとややこしくなりますね、うん、そうですね、今ごちゃってしたけども、うん、元天神アクターのメンバーをもう全面的に僕が応援していくということなんで、うん、まあそうですね、みんなで応援していきましょうよ、もうね、うん、そんな中ね、どうしました、ちょっと団長にご報告というかね、結婚ですか。いや全然やめてくださいよ急に、そんないやそれやめて、そういう、わかりました、もう今後一切、はい、いや一切じゃなくてもいいけど、わかりました、ちょいちょい挟んでいきますこれはこのくだりは、はい、団長覚えてる、何やろう、こっちのリスナーのさよくメッセージくれた、うん、あゆみっていたじゃない、高校生でさメッセージくれてて、大学行くんですみたいなメッセージおったな、おったおった、いたよね、今もうめっきりメッセージ来なくなったけど、うん、いやそうでしょうね、大学生キャンパスライフを謳歌してるんやろうと思ってましたけど、ね、思ってたんですけど、うん、この間あゆみに会いまして、うん、というか、うん、というかあゆみに僕ずっと会ってたみたいなんですよ、今サスペンスの話してます、なんか怖い話してる、いや本当にまあヨーロッパ企画のね、うん、こう映像スタッフがたくさんこうね、いるんですけど、そうですね、暗い旅のね、うん、花を手伝ってくれて若手スタッフのメンバーとか、うん、最近新しく、うん、まあこう手伝いに来てくれてる、うんうん、こうスタッフの、知り合いでとかで、うん、お手伝いに来てくれる子が、お手伝いに来てくれてる子がいて、はい、その子が、うん、あゆみだったのよ。ほら。だから、暗い旅に手伝いに来てくれてたりとか、うんうんうん、ついこの間、YouTube っていうね、フジテレビさんでやらせてもらって、深夜のバラエティ番組、ヨーロッパ企画をやらせてもらってるの、その、なんかちょっとしたこうドラマみたいな、ちょっとしたっていうのもあれですけど、まあドラマを撮影したんですよ、ミニドラマを、うんうんうん、でその時にまあ僕がこう出演してて、で暗い旅のスタッフとかがやってたんですけど、うんうん、そのお手伝いっていうので、うん、その来てたんですよね、なるほどなるほど、あゆみが、で僕は名字しか知らなかったよ
うんうん、まあここでね、あんま名字言うのあれだからちょっとこう隠すけど、うん、でもう名字で呼んでて、うんうん、でなんかふとねヨーロッパ企画のことがすごい好きだったんですみたいな話は聞いてたから、うん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 、どういうきっかけでとか、うん、何を見てたのとかいろいろ聞いてたん、うん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 、そしたらなんかこっちおろをすごく聞いてたんですみたいな、あらこのドブを、はい、ってなって、うん、実はちょっと言ってなかったんですけど、お歩みですっつって、あららら、歩みってなでってなって僕も、うん、歩みってそういえばいたよなみたいな、うん、そしたらもう完全に一致してしまって、もういろいろと、お歩みもう今大学生になってて、うん、でもこの話もあゆみにも言ったのよ、するねって、うんうん、あるよね、なんかそのだ高校時代付き合ったこととかなかったみたいな、そうそうそう、大学で、うん、キャンパスライフを謳歌したいですみたいな感じの、もうあれ、ね、それがちょっと話聞いたら、うん、もう大学で、うん、もう謳歌しまくって、あれ、うん、彼氏できまくったって言ってた、できまくる、うん、彼氏ができまくったって、もう先輩からも後輩からも告白されてとか、あ、けしからんな、なんかそれも言ってた、こういう話したら団長が怒ると思うんでちょっとって言ってたけど、うん、もう言うねとは言って、うん、言っといて、だ今もほんと多分波紋です、あゆみはもう波紋波紋は、波紋はって言っちゃう、あゆみはあれで、うんうん、大学楽しすぎて、まあ女子校だったよね、あゆみは、あ、そうそうやったな、確か、だからか、そうそうそう、あ、出会いがなかったみたいな感じが、うんうん、で、あゆみがまた可愛かったのよ、可愛いだよ、見た目も、だ波紋です、だからそれで大学行ってドブに似つかわしくないので波紋ですけどもう大学楽しすぎて、うん、でも友達もいっぱいできたし、うん、彼氏もいっぱいできたし、彼氏もいっぱいできるってちょっと変やけど、うん、こっちより聞いてる場合じゃないと、もう大学楽しすぎて、うん、こっちより聞かんくなったんですはっきりはっきり言いました、ああだから、そう、まあでも逆にこっちよろっていうのはだからそういうことなのかもしれないですね、うん、まあそうね、うん、そのだから幸せな時に聞くもんじゃないのかもしれないですねいやそれ今聞いてる人、おいおい、どういうことやねんってなると思うけど、いやいや、でもそうよ、だから今聞いてる人は僕もそう思ってるよ、だから、うん、幸せじゃない人が聞くもんなんこれは、だからやっぱドムにハマるべくしてハマった人が聞くっていうスタンスオス番長ももう期間すっかりね聞いてないもんね、幸せゲットしたら期間くなるってい う, ういや、そういう意味じゃトレハロースとかももしかしてもすごい幸せゲットして、うん、それでなんかもしかしてね聞いてないのかなみたいなさ、まあそうですね、もしかも檻の中かどっちかでしょうね、うん、いや本当にもうびっくりしたよ、だから高校生とかって大学行ったらね、恋をしますみたいなメッセージ多分あったと思うよね、これだけはもう約束してほしいのは、今後一切、うんうん、幸せゲットしていなくなるときはそのメールを欲しいですよね、ちょっと幸せゲットしたので、そうね、うん、ちょっと卒業しますみたいなね、そうなん、うん、そラストライブ、天神ラストライブじゃないけれども、うん、一応ちゃんとこっちおるラストメールっていうのを一旦送ってもらってうん、でまた帰ってきた時に彼氏と別れましたみたいなって言ってくれたら、そう、ね、こっちもいいのかもしれないですけどね、ラストメッセージは欲しいね、うん、ちょっと今後皆様はい、飽きたりした時はラストメッセージ、あゆみこれ聞いてるかな、いや聞いてるわけないんですようん、いやだから僕もそれまでさ名字でさ、うん、こう、うん、スタッフさんとして扱ってたんやけど、急に僕があゆみって言い出したからさ、うん、周りのみんなもびっくりしてさ、いやそうですよね、ダウンタウンの浜ちゃん以外なかなかないですよね、急に下の名前で呼ぶあゆみかってなってね、びっくりした、うん、それをしかも隠してたっていうね、ちょっとの間、いやさ言えへんよ
でもデジタルタトゥーよ、こちよろ聞いてたなんて。こちよろ聞いてた。デジタルタトゥーと一緒ですから、やっぱり。ちょっと本当びっくりしましたというご報告です。うん、もう今聞いてる、もう本当ドブ選手たちは、本当ちゃんと。ちゃんとドブ歩んでいこう、一緒に。ね、まっすぐ。よろしくお願いします。はい。行きましょう、カクテル恋愛相談室。こちらを聞いてたら幸せになれますよということです。まあそうですよね、いつかは。はい、特典は出会いの場なんですけど、皆さんどんなところが出会いの場になってるんでしょうか、教えてください。それぞれのね、はい、ご意見聞いて、皆さんそれを実践していきましょう、うん、そうですね。はい、じゃあ早速ですね、いきなり大量の出会いの場をちょっと送ってくれた、はい、ありがとうございます。ケッヘルケッヘルさん、ありがとうございます。ケッヘル、医者さん、男女さん、お元気ですか。ケッヘルです、さて、出会いの場ですが、先週少しでも多く知りたいとの頃だったので、うん、私、友人、知人の経験をバーッと挙げます。ほう。1、友人、知人が多い友達がやる集まりに参加。ほうほうほう。2、同窓会。ほう。3、結婚式の二次会、まあ、これを言われますよね。4、ツイッターの相互フォロー、過去たまたま近所に住んでた。ほー、ツイッター。5、たまたま飲み屋で居合わせて意気投合。マジであんのこれ。6、取引先で。7、マッチングアプリ。8、お見合い。ちなみに私は1の友人知人の多い友達がいる集まりに誘われ、夫と知り合いました。おお。ただし、マッチングアプリとお見合い以外は相手探しを意識しない方がいいです。高確率で楽しくなくなります。そして残念ながら、楽しそうじゃない人は誰からも好かれませんということです。ああ、なるほどね。これちょっとなかなかのね、名言を。それ最後のがもう真理だね。そこだね。そう、やっぱ楽しそうじゃない人は確かに好かれないよ。いやー、わかるな。なんかパーティーのバーとかで、なんかこう、僕も全然馴染めない時とか、そんなパーティーとか行かんけど、そうですね、仮面舞踏会みたいなとこ行かないですもんね。行かないけど、なんかあるもんな、ここちょっと馴染めないかも。わかるわかる。ちょっとこう手持ち無沙汰なって、一人だけポツンって椅子に座ってたりするときありますからね。あるんですよね。どうしようかなみたいに。そうそうそう、全然あるんですよね。やっぱ楽し、その場をちゃんと楽しむってのがね。そうなんだよね。ここなんだよね。楽しそうじゃないから人が寄ってこないっていうのもあるんだろうね、これだから。ああ、そうだと思う。そういうことなんだと思う。楽しそうにしてればね、し話しかけてきてくれて、それが楽しくなってくるっていう。ただのはしゃぎすぎてスンってされるってパターンもあるから、やっぱ難しい、ね、難しいよな。まあね、コミュニケーションね。そうです。まあ、一度はね、飲み屋で意気投合って本当味わってみたいもんですけどね、ないですね。ああ、ないな。はい。じゃあ次行きますかね。はい。次、闇。闇。医者さん、男女さん、こんにちは。トークテーマ、出会いの場ですが、はい、今時のは全然わからないです。娘たちも彼氏いないので。でも、サークルの中で出会い付き合ってる人多いと娘から聞いたことあります。それもこんなの中になる前ですが、私の経験からで言うとコンパ、誘われたものはほぼ行きましたが、それでうまくいったことはありませんでした。それで言うと、うまくいったのは友達の彼氏が男友達連れてきて4人で遊びに行くパターン、あとはスポーツなどの同じ習い事で毎週顔合わせるうちに気が合い付き合うみたいのもありました。すごいな、その友達の彼氏が男友達連れてきて4人でって、もうダブルデートみたいになってるもんね。まあそうね、うん、で全然初めて会う人と、まあ向こうはね、その友達同士だし、こう確かにそれはもう、いい感じになるよな、そんなの。確かに向こうはもうだってカップルなわけやから、習い事な。しかもさ、ちょっと紹介してあげたいっていう思いもあるわけでさ、そこには連れてくるっていうのはね。もうだからあれじゃない、やっぱ彼氏とか恋人、彼女がいる友達、と遊ぶっていう。ああ、もしくは結婚してる人。ああ、そうね。それだ。なるほど。もしくは習い事です、だから。
いやでも習い事は無理やと思うけどな。難しいですかね。難しい。あでもどうなの、まあ、習い事にもよるか。まあ確かに囲碁将棋なら仲良くなるんじゃないですか、対面で向かい合って。いやまあね、うん、勝負して熱くなっていいじゃないですか。確かに。はい、ということで次いきます。はい、ラジオネーム石田派閥の勝。お勝との団長こんにちは。トークテーマ出会いの場。はい、ここ1年でいろんな人に出会いました。出会った場所はまちまちですが、どういうきっかけで出会ったかなと考えると、主に演劇ファンきっかけが多かったように思います。新型コロナウイルス以前は観劇は一人で見に行って勝手に楽しんで一人で帰ってたんですが、新型コロナウイルスで楽しみにしてた公演が軒並み中止になり、その結果 SNS で演劇小劇場界隈の情報をそれまでよりチェックするようになり、頻繁に SNS 上で同じ人と遭遇することが増えて、リアルの観劇ができた際に会場でお見かけしたら嬉しくて話しかけてみたいなことが起きています。ほうほうほう。思えばこの出会いの連鎖は2019年の大晦日に石田さんとばったり会って起き始めたように思います。あいましたね、蕎麦屋の前でね、あったんですよね。だから今石田さんが縁結びの神じゃないかという疑惑が、そっからそっから連鎖してるんだ。石田さんの分をだから分けてんじゃない、人にすごいね、たくさん出会ってるね。みんな出会ってます。で、あ次ね、はいはい、嬉しいというかやっと来たかっていうメールでございます。ほう、ちょっとねごめんなさい、ラジオネームがね、うん、のりさん、のりさん、石田さん、団長さん、はじめまして、いつも楽しく聞かせてもらってます。のりと申します。福岡在住です。お来た、やっと来ました。おったおったいたいた、おった、どうやらお我々ギリ福岡支部なのっていいんよ、これでやっと。いやいやいや、よかった。いやゼロだと思ってたから、はいはいはい、よかったですね。3シーズン前に偶然出会ったラジオ放送からこちよろの前にすごい、こちらの配信にも出会い見事にドブに使っております。そういうことじゃない、もうすごいやん。そうそうそう、やっと初めてこちよろやって意義が生まれてんよ今。ラブ FM のリスナーや。うん。ピピピピピのやつ聞いてくれてるのね。ラブ FM。ピピピピガチャーンのやつ聞いてくれてるの。うん、知ってる知ってるそれ。ミヤディがわーってやってくれるやつ。やってくれてるやつ。うん、おはい、前々回の配信で福岡のリスナーが少ないと心配されてました。私は隠れリスナーしてますが、ちゃんと福岡にも聞いてる人がいることをお伝えしたくて今回メールしました。ありがとうございます。ああ、よかったです。ありがとうございます、ノリさん。トークテーマ、出会いの場ですが、よく行く飲食店です。はあ、飲食店。お店の人が気さくな彼で客同士をつなげようと話を振ってきたりします。あ、なるほどね。そういうお店ね。年上の魅力的な方、20代で少しずつ垢抜けてきた方、いろいろな人とは逃げない会話だけですが出会う機会がありました。今では貴重な出会いの場だったと感じます。コロナが落ち着いたらまたゆっくり行きたいものです、ということでございます。それでは隠れリスナーに戻りますって言ってね、戻らないでください、隠れない、ちょこちょこ顔出してください、うん、ちゃんと。そうですよ、隠しキャラにならないようにね。でもさ、ごめん、うん、そういう意味じゃさ、もう僕はどうしあるわ、やっぱ福岡はさ、やっぱ人がいいからさ、うん、屋台、はいはいはい、屋台ですごい話したりとか、それこそ屋台で出会って公演見に来てくれてとか、うん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 、すっごいいっぱいあったわこれまで。思い返せば、うん、めちゃくちゃ出会ってるわ。やっぱその街に出るってのが大事なんですね。じゃあ、ただ屋台が今ないらしいからね、一軒なんかニュースで見たよ、もう一軒しか出してないみたいな。まあまあ、でも、まあ、コロナがね落ち着けばまた屋台も出てくるでしょう。いや、屋台だな、屋台に行きましょうみんなで。あら、ショーステイを屋台に行こうで、じゃあ行きますか。いや、ね、本当に絶対屋台だよ、うん、そういえば出会いの場、ああもう屋台だわ、うん、答え出た。じゃあ残りのメール読んでいい。もう完全に答え、残りのメール破棄する。じゃあ思い出した本当に、うん、いや一応聞こう。分かりました。でももう屋台には勝てない。答えは出たんだけれども、出た。一応じゃあ お前らのじゃあ間違いを、じゃあ今から読んでいきます。みんな福岡行って屋台、はい、なんで今からのは全部間違いなんで、じゃあ間違いで読んでいきますね私。だって福岡行ったら福岡の人ばっかりじゃないですかってなるけど、そんなことないもん。福岡に来てるいろんな町の
人が、うん、イケメンとべっぴんさんたちが集まって屋台で飲んでるもん。わかりました。だから そこで出会い絶対で、さらにさ東京からですとかなって、うん、あ私も東京ですみたいになってさ、うん、じゃあ帰ってもじゃあみたいになるよ。なる。屋台だわ。お終わりやな。です。はい。一応聞いとこうか。他にもね、いるんで、じゃあ聞いていきましょう。キリちゃん。はい、キリちゃん。石田さん、男女さん、こんにちは。キリちゃんです。さて、はい、出会いの場は学校です。おお。職場ってことかな。職場。今のお仕事が学校の先生ということもあって、うん、既婚者の7割ぐらいは職場もしくは同業者との結婚が多いです。ああ。はあ。先生ってそうみたいね。もうすぐ卒業式ということもあってか、この時期は生徒同士で告白したりされたりな場面を見かけたりします。おああ、青春していて羨ましいなという思うのと同時に、俺の人生には全くそんなイベントないんだけどどうなってるのてか、そろそろ結婚しないとやばいと気分がちょっとげんなりします。いやいや先生、独身率も若干高めなんですよねこの業界。ちょっとゾッとします。あ、そうなんだ。とりあえず今日のところはスーパーで買った刺身用サーモンと塩昆布をあえてつまみ作ってビールでも飲みたいと思います。最高じゃないですか。くみちゃん最近もこのパターンばっかり、うん、最高だよ刺身用サーモン。キリちゃんなんか食べるやつ送ってくれるっていうね。サーモンと塩昆布だから絶対うまいやつだよ、うん、絶対美味しいよ、うん、マヨネーズかけても美味しいよ、うん、玉ねぎ薄く切って。いや本当に、はい、いやキリちゃんしか勝たんと思ってますよ、うん、もう本当に。あ、キリちゃんしか勝たんね。今流行りのやつ、わかりました。じゃあトータルエモイでいいですか。じゃあ一言。いやそれで、はい、今じゃあ次もう遅いんかな。ヤトバシ、ヤトバシ伊沢さん、大丈夫さん、こんにちは、江戸橋です。今回テーマ、出会いの場。出会いの場などありません。全否定じゃない。やとばしやな。勤め人だった頃は職場が出会いの場でした。まあね。同僚や違う部署の人がこういう範囲で転勤や移動に伴い出会いが頻繁にあり、仲良くなった人たちと愉快に過ごしていました。職場周りの人は最低限身元がはっきりしていること、ある程度個性を把握できていること、仕事での共通の話題があることなど、スタートしやすい状況が整ったわけです。いや、確かに。反面うまくいかなかった時に面倒というデメリットありましたが、転勤の多い仕事だったのでそれも気にしませんでした。その頃の経験から、まあいずれなんとかなるだろうと思い鷹をくくっていたのですが、職場を辞め独立してからは全く出ればありません。本当に全くありません。いよいよ結婚相談所かマッチングアプリかなと思う次第です。いやもう屋台行こう、はい、ちょっとこの多分答え出てんねん。結婚相談所もマッチングアプリも違うねん。石田案はもう屋台、福岡の屋台、福岡行って屋台、うん、そうだからもうこもうお前のためな今回のこの。で、キリちゃん、あ、キリちゃんじゃない、ヤトバシは神奈川やんな。うん。ヤトバシ神奈川。うん。すぐ。すぐです。私も横浜です、うん、みたいな人がいると思う。てか、キリちゃんもすぐ、もう、福岡や。そしたら、キリちゃんとヤトバシ。キリちゃんとヤトバシは、もう、もう職場での出会いしかない二人が、もう行け。キリちゃんとヤトバシが出会う可能性あるな。それ、地獄よ。うん、ここの屋台でな、うん、そこに僕と団長がいるんやろな。いや地獄の会やけどそれ。はい、次回テーマ、ラジコプレミアム加入するしないはいかがでしょうか。どういうこと。どういう、それはもう自由ですよ。自由意志でやってください、はい、なるべく入ってください上で、はい、できるだけ聞いてください。聞いてください。じゃあちょっと次々いきますよ。行きましょう。エリリンさん、石田さん、大丈夫さん、こんにちは、私にとって出会いの場は主に SNS です。はい、男女問わず SNS で出会うこと多いです。最近はヨーロッパ企画ファンの方からコメントいただいたり、会場で声をかけられたり、ヨーロッパ企画に関してはここ数年で特に増えました。どういうわけか、私がヨーロッパ企画のファンの皆さんの間で有名になってしまったらしく、よく声をかけられます。それも SNS の影響なんじゃないかと思います。エリエンさん有名なんだね。もうそのファンがファンの中で有名になるってことあんの。何それ。何してんの。いやまあやっぱあるんじゃないですか。なんなんそのあれですか、医者さんって言いながらのブラジャー振り回したりしてるんですか。いやそういうことではないと思うけど。あでもすごいな、有名なんだもん。あまあでもそのお客さんがね、お客さん同士でキャッキャするのは嬉しいことですけどね。はいはい、うん、すごいね。もしかしてエルリンさんですかって声かけられたりするってことやんな。うん、その自分がバレてるってことやもんな。顔バレ、すごい、うん、俺でもヨーロッパ見に行って団長さんですかなんかめったに言われへんのに。俺がヨーロッパ見に行った時そんな声かけられへんのに。すごいな。エルリンの方が声かけられてるっていう。
はい、次行きましょう。ラジオネーム、はい、タイムリーエラー。タイムリーエラー、トークテーマ採用ありがとうございます。はい、団長は簡単にマッチングアプリせえと言いますが、うん、マッチングアプリに自分がマッチできてないから出会い方に困っているのです。そういうことなんその怒ってんの俺にでもやってるってことだよねマッチングアプリもね。というのも私は男性の見た目や簡単なプロフィールだけでありなしを判断することができないようなんです。まあまあ、まあ、みんなねそうやと思うけど、顔が全然タイプじゃない人を好きになってからは何が何だか分からなくなり、ああなるほど、タイプじゃない人好きになってもうてもうくしゃくしゃなって思ったよな。複数利用していたマッチングアプリから全て退会しました。うわーそうか、うん、逆にだから顔見た目でね決めれたらね、あこの人いいこの人いいとかなって見た目でマッチングアプリなんかまあそれですもんね。もう最初はまあ見た目で言ったらいいと思うけど、うん、そういうわけでもないということで、石田さんやったらどこ前歯の写真だけあげるんですかマッチングアプリ。いやでも確かにそのあれ困るよな。僕も昔 Tinder 登録した時あったけど、ね、懐かしい。いやそのやっぱ少しでもやっぱよく見られたい自分っていうのはあるじゃない。はい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 。そしたらやっぱ前歯隠してこう撮るわけよ石田さんの一番の魅力やんか前歯隠してやっぱ撮るわけですよ。いやいやいや、そしたらうわ 3D 立体やみたいなさ、出てきたみたいなさその現実だった時に前歯出てきてるってなるわけやん。あれ IMAX ですかってなるそんな出てへんけどいや出てるかいや出てないですよねいや出てる、てかあのストレス減らさないともっと出るって言われてるんやからストレス減らしましょう。いやそうね、今でももうあの 歯のあれつけてるから。あちゃんとやってますか。やってる、あれつけて寝てるから。ああそれは素晴らしいことで、僕だって狭間寛平さんに君歯は出てるなって言われたからね、梅田花月で舞台でね一緒になった時に、ね、あららららお仕事に言わざるを得ないぐらい出てたんですね。その時寛平さんなんてさ、さんまさんをさ間近で何度も何度もね見てる人、その狭間寛平さんが僕を見て君歯は出てるなって言ったってことはさ、そうですよね、よっぽど出るってことやからねはい、ちなみにそんなテムリエラーが、コロナの影響を受けずに出会えてる唯一の手段はツイッターです。ツイッターなんだ。ツイッターならその人の近況や考えが分かって内面的な魅力を見出すことができます。ツイートを拾えば話題にも困らないので、より深いコミュニケーションの継続にもつながります。ヨーロッパ局との出会いも元をたどればツイッターで知り合った元彼の影響なんですよね。もうツイッター様様です。そうなんだ。今回の誤張から何か一つでも、取り入れられる出会い方が見つかればと期待しております。屋台です屋台です、はい、屋台です。福岡の屋台に行こう、はい、いやそのね本当いいんだよ人が福岡は。そうなんですね。うん、屋台行ったらなんか楽しくなってね、はい、まあ普通喋るのが当たり前だからね、なんか周りの人と。屋台でなんか一人でラーメン食って帰るとかじゃないんだよね。隣の人と喋ったりするのがデフォルトみたいになってるから、もうその勇気さえ、その一歩さえ踏み出せば、屋台にさえ入る勇気さえあればいけるってことですね。うん、そこでなんか、はい、あの話しかけないとかはね、もうないのないみたいな感じになるから、わ、うん、かりました。やったらいい、絶対いいですよ。はい、でもう一人、石田さん、大丈夫、こんにちは。デッパーズのボボおじさんです、はい、おデッパーズかデッパーズのボボおじさん、ボブおじさん、はいはい、はい、テーマ出会いの場ということですが、自分の頃ではないので申し訳ありませんが、ファイナルファンタジー14というオンラインゲームで一緒に遊び、意気投合してゲーム内を一緒に旅して世界を救っていく間にお互いが気になり始め、オフ会をしてリアルでも意気投合し付き合い結婚したカップルを何組もしています。おおすごい。ネットゲームってことね。ボブおじさんはそういうわけじゃないのね。僕は美容師をしていてそのゲームをしてるんですが、お客さんがファイナルファンタジー14でつながった方が多くいらっしゃり、昔はあまりなかった出会いに感謝です。ほう、今お客さんにそれで付き合ってる20代のカップルがいるんですが、ニヤニヤしながら見守っています。すごい。美容師なんだ、はい、ボブおじさん。そうなんですよ、ボブおじさんですけど、うん、もしよかったらレジャーさん、団長のおじさんの出会い方とかあったらお聞かせください。よろしくお願いします、屋台です。はい、屋台理想の出会い方か、うん、理想は何だろうな。でもそれで言うと理想は、理想はもう歩いてて急に求愛されたよ俺は。
あー、それ最高だ。村上春樹みたいだね。そうです、もう一目惚れして求愛してください。4月の 晴れた朝に、うん、ね、100% の女の子が前から歩いてきてそうですねでも僕はこっちからじゃないけどね、すれ違うんだよそれ、うん、いやー確かにな。でちょっとね、一見、はい、なかなかいいメールが来てるんで、じゃあ最後これ読みたいと思います。はいはい、伊沢さん、デロさん、こんにちは。初めて投稿します、ももです。おお、ありがとうございます、もも。トークテーマ、出会いの場。私は子供の頃から男の人が大の苦手で、ほう、中高生の頃は、男子とまともに話したことがなく、青春の背の字も知りませんでした。大学ではイメチェンしてやると大学デビューに燃えていた私ですが、京都の大学に入学することになり、入学式後の歓迎会に参加し、9時で隣になった男の子と人生で初めてまともに話すことになりました。ほう、そのことは会話も弾み、男の人と話したという喜びで、その日は歓迎会を後にしました。その男の子とは、歓迎会の後もおすすめの CD や漫画を貸し合ったりして、だんだんと好きになり、今日とおなじみ鴨川の河川敷で告白し、付き合うことになりました。すごい、付き合っている時は歓迎会のくじを大事にしまっていました。結局その彼とはその後も5年付き合ったんですが、最後はその彼に浮気されて、過去10股以上されてました。え、別れることになりました。ちょっと待って、いや怖い怖い、うん、いやめっちゃ嫌。もっぺん、ちょっと待って、怖かった。最後、もっぺん読むか。最後急に、ちょっと待って、最後だから、その9時で入学式歓迎コンパの時に、隣、9時で隣になった男の子と仲良くなって、うん、仲良くなって河川敷で告白して付き合うことになったんよ、ももは。おう、CD とか漫画も貸し借りしちゃって、でその歓迎会のくじは大事にしまってたんよ。で5年付き合ったけど、5年付き合って、最後はその彼に浮気されて、過去10股以上されて別れることになりました。嘘でしょ、そんなメッセージ、そんなメッセージと思わんかった。いやでもね、こんなもんね、びっくりした。逆に10股以上されたらもう大したもんやろ。ちょっとびっくりした。怖い怖い怖い、最後は最悪の別れ方になりましたが、付き合っていた期間はとても楽しく、人と付き合うのが苦手だった私が初めて心をさらけ出した人なので、今では感謝もしています。いやいやいや、感謝せんでいいよ、もし人生をやり直すことができたら、最悪の結果が分かっていたとしても、ももあの時に引いたくじをもう一度引くかもしれないなと思います。おい、ももお前10またお前大丈夫、ももダメだよ。まあ、いやでも、もうさっぱりするんちゃう。感謝せんでいいって、10股やぞ。でもその10股されたことある人なんて全然いないんやから、もう誇っていいから。え、てか何その男、めちゃくちゃ遊んでたってこと。まあ10はなかなかね。あいつとも、あの子とも、あの子ともみたいなあったってことやんな。どうやって、もうその中には友達とかもいるやろ多分。その十股のくじ引っ張っていったら、どう一歩に行き着いたんやろ。おう、いや、十股以上されてました、笑い、いやいや笑いじゃないよ。いや、もう笑えるんやろ、もう。いや、ちょっとここまで来たら、ももはい、なんで、あの新入生歓迎コンパで知り合ったら十股されるっていうことが分かりました、これで。ちょっともものこと知りたいな、大丈夫か。まあね、まあ大学が京都だったので、うん、まあたまたま暗い旅を見たのがきっかけとなって、ヨーロッパ票のファンです。今はもう大学卒業してるんかな、この、まあ大学で付き合って5年付き合ってるっつうから、まあ留年してない限り。ももはおいくつぐらいの方なんでしょうか。もう結婚されてるとか、そういうあれだったりすんのかな、実は。あ、それゆえの十股なんて、まあ楽しい過去だったなぐらいで笑えてるんかな、今が。いやー、ハッピーで。ね、それぐらいの余裕がないと、十股されてて、あの時はみたいな。でもまあ、むちゃくちゃええやつやったんかもしれないですね。いや、もも、子はいい子なんかもしれんけど、いや、その相手がね、相手がそのそういうか、まただけ多かっただけで、まただが多いだけで、そのほんまええやつやったみたいな。十またしてるやつ、ええやつだわけないやん。いや、そのまたが多かっただけなんです。他全部成人君主のやつやけど、他はたまたままたが多かったっていうだけで。
本当おばあちゃん思いの気のいい子やったんかもしれないですけどね。いやーそうなんや。まあ今回はね一応以上でございますけれども。いやおかしいけどなこれ。おかしない。そのお俺がおかしいんかな。いや難しいです。正解のない世界です。やっぱり十股やろ。10股以上ですからね。28股かもしれないですからね。いや10股以上ほんまかいなこれ。二股されてましたとかやったらまだね、3股4股ぐらいまでたらまだなんかねこう頷けるけど、何度も10になったらもう天文学的数字やからさ、詐欺師やん、本当の。いやほんまほんの詐欺師やで、ね、10股ってだって10人と付き合ってるってことやろ同時に。その付き合ってるだからそのいわゆる体の関係だけの子とかそういろいろ含めるかもしれんけどさ、いやとはいえそうすごい、まあでも確かにすごい優しいやつとかじゃないとねえ10股ってできないって言うもんね、そういう浮気とかって。あそういうことなのかもしれんね、その豆すごい豆で優しくてとか。確かに俺なんか二股したら2秒でバレてまうもんな絶対。いや無理やろな、同じ名前の子と付き合わないと無理やろなそれはもう。おお、普段から「おい」しか呼ばないかもしれないですよ僕、最低人間で。最低。あ、以上でございますよ。いろいろな出るのがありました。これはじゃあもうトークテーマ次回はもう二股以上二股以上の、ね、浮気とかじゃなくてもう二股。なるほど、二股以上の話経験ですか。話経験されたりしたりされたりね、知り合いの話でもいろいろあるかもしれないですからね。ないな正直、二人の人と同時に付き合ったこと。いやなかなかない。だいたい片方と行くなら清算しますもんね。いやそうはな。いやしたことないな。てかそのもう修羅場になる勇気がないわ。うーん、うわーちょっと聞きたいです。二股の話、ね、まあ二股以上でもいいです。以上の話ね。はい。はいはい、教えてください。したされた、あのももさんちょっと具体的に教えてください。これどう、そうですね、これちょっと何股目ぐらいまで具体的に分かったのか知ってですね、ちょっとお願いしますといったところでちょっとお時間ですので、はい、今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。 LoveFM Podcast、 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast